ございます。それでは次の曲、これはアメリカのフォークソングです。赤い川の谷間、これNHK とかでも唱歌として多分歌われてたんですが、私たちが歌わせていただく詩はちょっと唱歌とは違います。男女の甘く切ないラブソングを歌っていますので、そこをちょっと聴いてみてください。ネイティブアメリカンですね、いわゆるインディアンの娘と、そこに、砂金を掘りに行った、アメリカ人の切ない恋の歌です。映画の芝居家にもなってますね。ではI'm not afraid of the dark.
曲なんですが、これはあの、ピーター・ポール&マリーが歌ってたのが有名だと思うんですが、あの日本でもいろんな人がカバーしておられて、あの最近で言うとテレビドラマで福山雅治、藤原さくらさん主演 の、 あの映画、テレビドラマがあって、そこで歌われてました。で他に、YouTube とかで見ますと、まず貴子さんがギターとの2人で歌ってるのも見ました。だからどっちかというと私はそっちのまず貴子風になってると思いますのでお願いします。それでは500枚です。
第2部 の、 あの演奏の最後となります。でこれ今から歌わせていただく人生の扉という曲ですが、皆さんご存知の方多分聞いたら、あ、聞いたことあるなって思われるかもわかりません。竹内まりやさんが歌っておられる、比較的私たちにしたら新しい曲なんです。まあ、幼い時からもう今人生、まあ、90でも100でも生きておられる方いっぱいいらっしゃるんで、その自分の幼少期から今現在の、置かれているお年ですねまでをちょっと歌ってますので、自分の年齢と一度照らし合わせて、いろいろ小さい時からの思い出思い返して聴いてみてください。私たちは貞子運河、隣のホーゼルにやるんですけど、そこで出会った音楽サークルをやってて出会った仲間で作って、最初向こうの方が声をかけて作られました。かれこれ6年前ですかね。このメンバーになってからは丸2年、もう3年目に移ったんですね。で、まあ、このドリーミンって、まあ、今まで聴いていただきましたけど、ご存知の歌ばっかりだったと思いますけど、編曲はね、ちょっとドリーミンの編曲ということで、彼がでも担当して、タワさんですよ。タワさんとやってました。我々はそれを言われた通りとかやってもらいました感じです。伊藤さんと北ちゃんです。Thank you.